まあ、集客してリストを作って信頼関係を築いてセールすると、うん、まあそれでいいんですけどね、最初の集客しての集客しての前にめちゃくちゃいっぱいあるやんっていう話、簡単に言いますけどね、簡単にそこのね集客してリスト作ってでも確かにそういう流れなんだけども、はいはい、あのその集客する前にやっぱビジネスを組み立てるっていうことが、うん、あのすごく重要になってくると思うんで、はい、今日始まりましたレスポンスチャンネル、マーケティングコスト社長の仕事だということでですね、今日はゲストにウィンクスの中谷さんをお迎えして放送していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、もう早速いきます。早速じゃあもうなしで、はい、雑談抜きで、はい、もう雑談する、まあでも雑談の内容もねいろいろ多分あると思うんですけど、はいはい、いきます、はい、あの今日は質問が来ておりますので、はい、そうですね、はい、まあ、ぜひですねこれ見ていただいて、嬉しいですね、感じたこととか、はい、疑問に思ったことは質問していただければなというふうに思います、うん、はい、で、コバさんからですね、コバさんからですね、いただいた質問です、うん、じゃあちょっと読んでいきたいと思います、はい、先日ばかりで学んで全体がつながってないという言葉がありましたが、ビジネスの全体像について教えていただきたいです、うんうん、集客してリストを作って信頼関係を築いてセールスして収益を得るというところでしょうか、ビジネスとして成立させる全体の構成について外せない要素についてお考えを伺いたいですということでいただいております。なんかあれですね、医療、そうですね、医療専門職で副業でアフィリエイトを始めたと、で収益を得られてないということをいただいてますね、はい、まあ、集客してリストを作って信頼関係を築いてセールスすると、うん、まあ、それでいいんですけどね、はい、ただその、まあ、最初の集客しての集客しての前にめちゃくちゃいっぱいあるやんっていう話、うん、はいはいはい、簡単に言いますけどね、簡単にそこのね集客してリスト作ってでも確かにそういう流れなんだけども、はいはい、あのその集客する前にやっぱビジネスを組み立てるっていうことが、うん、あのすごく重要になってくると思うんで、うん、でさ、まあ、ちょっとねこの方ちょっとお話ししてみないとわからないですけど、はい、質問の印象だけを言うと、はい、ちょっとあのまだビジネスイコールお金儲けみたいな発想になってるんじゃないかなっていうのが、うん、あの違う方すいませんね、はい、あのなんとなく印象としてあの、うん、取れたんで、まあ、その辺がちょっとまず払拭しないといけないところなのかなという感じはしてて、うん、でそもそもそのビジネスっていうのは、うん、あのこれまあリッチがね具体的に文字にしてくれてましたけど、うん、まあ、あなたが関わる全ての人たちが豊かになれば、うん、あなたのビジネスは反映するんだよっていう話をされてたと思うんですけど、うん、あのそこのマインドがまず大事であるっていう感じはするんですよね、うん、だから集客する前にやることいっぱいあって、うん、あのまずあの、まあ、質問の印象からいくと、うん、そのビジネスイコールお金みたいな感じになってるので、うん、まあ、その辺のもっと具体的な落とし込みを自分の中でされたらどうかなと思うんですよね、うん、でそれはそのお金ってどんな時に生まれるのかっていうところから理解した方がいいんじゃないかなっていうのが思ってたんですよね。で、そもそもそのお金が生まれる前っていうのは、はい、やっぱりその言うたら物々交換みたいな世界やったと思うんですよ、はいはい、例えば隣の家の高木くんが家建てるのめっちゃうまいから、はい、あの私ら自分で作るよりも、うん、あの高木くんの息子さんにやってもらった方がいいんじゃないかと、うん、じゃあちょっと手伝ってくれと言って、うんうんうん、まあ、その時ご飯食べたりとかそういうのは全部私たちがするし、うんうん、材料費も材料とかも、うんうん、持ってくるから家建て建ててくれへんと、はい、いう話があって、はい、でお礼に1年分の米、私米作るのめっちゃうまいから、うんうん、米いっぱい取れたから米をあげるわ、うんうん、みたいな話やったと思う。確かに確かに昔の、ね、昔はそのスタート、うんうん、お金っていうものがなければ、はい、ビジネスの成り立ってそこからスタートしてるはずなんですよね、うんうんうん、あの子悩み聞くのすごい上手やから、うん、悩み聞いてもらいと一回ほんだらあの、ね、普通の男やったらいやそれはこうした方がいいよってあれはこうした方がいい、うん、君ダメだねみたいなこと言われるわけじゃないですか、うん、でもでその人はうんうんってずっと聞いてくれて、うん、なんかすっきりしたみたいな整理できましたって言ってあのこれよかったらブドウを今日朝取ってきたんでよかったらどうぞみたいな話やったと思うんですよね、うん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 、だから結局お金っていうのは自分たちが相手に価値を提供する、うん、あの提供して初めてその得られるもの対価を得られるものだっていうところにあると思うので、うん、まず自分たちがどれだけの価値を相手に提供できるのかから始めないといけないと僕は思ってて、うんうんうん、だからそういう意味ではあの例えばシンプルな話になると思うんですけど、うん、はい、自分がじゃあ
どういうものが得意なのかっていうところから始めないと、うん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 、なかなか難しいビジネスになると思うんですよ。でよくねビジネス始める人はどういうスタートするかというと、はい、あの人が ああいうことをやって、うん、まあ、アフィリエイト やられてるって、うん、アフィリエイトで1億稼いでる人がいるんだよ、うん、って言ったらアフィリエイト1億稼いでる人がいるぞ言って、うん、ブワーってそっち走るんですよね、うん、でもそれがアフィリエイトがすごい苦手な人だったらどうするんですかって話なんですよ。毎日毎日記事書いたりとか動画撮ったりとかしてアップして、うん、その、ね、ホームページを作ってやらないといけないわけでしょ、うん、はい、でもそもそもホームページ作ったりとか、うん、あのパソコンの前でじっとしてるのをイライラする人だったらそれできませんよね、うん、確かにそうなんですよ、うんうんうん、だからあのやっぱりその全体像っていうのは、まあ、たくさん要素はあるんですけど、うん、その集客する前に自分自身が何が得意なのか、うん、まあ、あの業その戦略的に言うんであれば、まあ、強みとかよく言われる言葉があると思うんですけど、うん、聞かれたこともあると思うんですけど、はい、やっぱその自分の強みが何か、うん、でその提供する相手がその自分の強みをすごく価値として考え感じてくれる相手なのかどうかっていうところをマッチングさせるっていうところから始めないと最大の価値は作れないですよね。だから例えばその家を建てることに対して別に俺はもうそこそこ作れるから別に価値がないよって言われる人に対して提供しても仕方がないじゃないですか。でも自分たちはもう女で3、ね、女が3人で暮らしててもうそうやって力仕事とか上に登ったりとかその危ないというところでやってくれたらやったらすごい対価もらえたりとかする可能性もありますよね。そうそう、だからそういう人たちがどこにいるのかっていうところから始めないと自分たちの強みが最大化できないというか、ね、いう感じはするんですよね。なんで、まあ、例えば医療系にどれぐらいお勤めされてるのかわからないですけど、うん、それが10年ぐらいキャリアがあるんだったら、うん、医療系のアフィリエイトをやるとかね、うん、そういうことだけでもだいぶ変わってくるはずなんですよね。別に全然専門外のことをやるよりも、うん、なんかね副業やるのも本業の延長線上でやってる人と本業と全く別事業、うん、別の業界でやる人の稼ぎの違いって出てましたよね。確かにそうですね。本業で副業してる人の方が収益が高いっていうデータ出てると思うんで、うん、まあまあ当然やと思うんですけどね、うん、あの実際にその自分がいやいややってたかもしれないけど、うん、そのあんまりこの業界どうかなって思ってる、でもそこでずっと経験キャリアがあるわけだから、うん、やっぱ10年その業界のことを学ぼうと思ったらなかなか結構大変ですね。難しいと思うんですよね、うん、だからその分あのアドバンテージをもらってるんだからその業界で、うん、やればいいし、うん、その情報をちゃんと求めている人たちがどういう人たちに提供できれば喜んでもらえるのかなと、うん、価値が最大化するのかなっていうところを考えれるようになってくれば、うん、すごい面白いんじゃないかなという感じがしますよね。なるほどなるほど。じゃあこの方がじゃあまず最初にこの、まあ、全体設計としては多分こう理解されている部分が結構合ってるかなというふうには思うんですけど、うんうん、この方がじゃあ今から何かをやっていくというか事業をやっていくってなった時はそのどういうことをこう始めていったんですか、ね、自分の洗い出しみたいな感じなんですかね。そうなんですよ。それがいいと思いますよ。あの、うんうん、まあ多分個人でやられてると思うんですけど、うんうん、その個人の方はね自分の過去の経験とかブワーって書いた方がいいですよ。過去の経験、はい、まあ、どんなとこでバイトやってたとかね、あの、まあ、学校でもいいですよ。学歴がどうとかね、うん、スポーツ何やってたとかね、うん、そのスポーツが9年やってた9年やってたとかね、うん、なんかそういうのをブワーって書いてって、うん、でそれと今のビジネスをマッチングさせたらどういうことができるかっていう、うん、まあ、要するに収益を最大化しようと思ったら、うん、あの自分が得意な領域で他の人たちがあんまりやってない領域でやった方がいいじゃないですか。例えばアフィリエイトはまあみんなやってると、うん、でも医療系のアフィリエイトってなったからまあ少なくなってくるだろうし、うん、その医療系でもまあ薬に特化してるのか、うん、その生態に特化してるのかってなってくるとそれも分かれてくるだろうし、うんうんうん、そうなってくるとあのアフィリエイターの競合さんが少なくなると思うんですよね、うん、でかつ求められるものが多いんであれば、うん、そういうものをどんどん自分はもうそれに特化してやればいいと思うし、うん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 、でまあ、医療系なんでそのターゲットがすごくむちゃくちゃ変わるっていうことが ないんであればね、うん、その1個のターゲットに別の商品をたくさんアフィリエイトで販売したりとかっていう形ができると思うから、うん、まあ、まずそこからやればいいんじゃないかなという感じはしますけどね。なるほどなるほど、うん、
ありがとうございます、はい、ちなみにその社長の方がもし今の話を社長の方が聞いていただいてて、まあ、これからまあ事業をやっていくというか、まあ、このコロナの影響で新しい事業を立てたりとか、なんかこうなんですかね、今までやってたことが結構きつくなって他のことやらないとなった場合もあると思うんですけど、はいはいはい、そういう場合やったらビジネスの設計自体は多分一緒やと思うんですけど、はいはい、集客してっていうところで一緒やと思うんですけど、まあ、社長の方とか事業主の方やったらどんな感じに、それも全く一緒で、やっぱ自分たちの強みがどこにあるのかみたいなのを洗い出せばいいと思うんですよね。例えばその森下仁丹みたいな会社があったんですけど、まあこれ結構有名なんです。僕らの以上の年代の人は大体知ってると、うん、まあ、ジンタンっても食べたことある人は多分僕らより10個20個上の人たちだと思うんですけど、うん、でもちろんその業績としてはあのフリスクとかいろんなものが登場、うん、ブレスケアとか登場してきたんで下がってたんですよね、うん、なのでそこでまあ強みを洗い出してみると、うん、もう死にたいなんですよね。企業としては業績もどんどん下がってるし赤字だし、うん、そのジンタンって売れなくなってて他の代替商品がいっぱい出てると、うん、でもその強みを洗い出してみると、要するにあのちっちゃいカプセルの中に液体を入れるという技術がやっぱ強みであると、うんうん、でしかも口の中に入れて一瞬で溶けると、うん、でも手には溶けないっていう、うんうんうん、そういう技術があるっていうことを強みとして理解できれば、うんうん、そこからその仕事をねどん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 別の仕事を入れることにもなると思うし、今 OEM のねなんかあのサプリの開発とかやってて、中にカラフルなねあのサプリメントを入れてめっちゃ綺麗な、うん、あの持ち運びできるようなサプリメントで口に入れたらシュッて溶けてすぐにあの体に吸収しますよみたいな医療系のね、うん、分野に走ってたりとかするので、うん、そこであの業績を回復してたりとか、例えば僕らのクライアントでもあの電子部品とかを扱ってる会社があるんですよ、うんうん、はい、で電子部品っていろんなところが扱ってるんで、うん、価格がどんどん下がってるんですよね、うん、であのなかなか半導体とか難しいんですよ、うん、なるほどなるほど、あの勝負するのは難しいんですよね、うんうんうん、でもそこの僕企業のね洗い出ししてたら、はい、あの半導体とかその医療部品、うん、あの部品をね調べるための工場みたいなの持ってるんですよ。へえ。でそれがね大手並みの設備が整ってるんですよ、うん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 、そうだからそこを生かせばいいなと思って、うんうんうん、要するに海外から仕入れたものって意外と、はい、あの不良品とか多いんですって。でそれをもちろん提供しちゃうと信用を失うじゃないですか。だから自分たちはその信用を失わずに、うん、もちろん価値としてちゃんとしたものを提供したいからって言って、うん、その設備を揃えたらしいんですよ。でもう何千万でかかるんですよその設備揃えるのにね、うんうん、そこって参入障壁高くなるじゃないですか。確かに確かに。そもそも利益率低いものをいっぱい頑張って今みんな苦しんでるのに、それだけきっちりやってきたからこそそれが強みになって、うん、だ今度はそのいろんな会社さんがその設備持ってないところから、うん、うちが検査してあげますよって仕事を受ければいいじゃないですか。そしたらその信頼を失うこともないし、もちろん大手と同じような設備だけど大手より価格は安く提供できるわけだから、うん、今大手に任せてるところどんどんこっち流れるんじゃないですかって話をして、うん、めちゃくちゃいいですねみたいな話になって、うん、でそれで今そういうセールスをそういうのをマーケティングしてるというかね、こういうことやってますよってことをマーケティングしてたりとか、うん、そうなってね、あの自分たちが一生懸命やってたらなんかあるんですよ、うん、価値として。でもその価値をあんまり自分たちは当たり前のようにやってるから、うん、価値として感じてないっていうのがめちゃくちゃ、うん、まあ、これ個人にも言えることなんですけど、うんうん、例えば高木さんとかあの毎回ねある程度の年齢いったおっさんたちに対等にこうやって話するじゃないですか。これって多分才能だと思うんですよね、うん、なんか違う人とやってたらそこまで話伸びない時もあるし、あでもそれって本人は才能だと思ってないでしょ、はい、別に普通に座って適当に喋ってたらおっさんら喋ってくれるんですよみたいな感覚。まあそうです誰が誰がいやでもそういう感覚でいいと思うんですよ。でもそれ本人はそれが強みだとか才能だと気づかずにやってることで、それ企業も同じで毎日は同じような感じでこんなん検査するのは当たり前ですからっていうようにやってることの方がすごい価値が高くて、あの意外とその盲点になってるんじゃないかなと思うので、うん、僕らはそこをねバーって引き上げるというか、うん、あなたの本当の魅力ってこれじゃないですかみたいな、うん、これは個人でも企業でも全く一緒で、うんうん、あの彼らの本当の魅力をちゃんとマーケットに提供できれば、うん、数字は多分出てくるんじゃないかなと思うので、うん、なんかそういう洗い出しやってみられたらいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり
長年ねちゃんとビジネスやってる人とか、うん、あのお給料もらってる人ってね絶対ピカッと光るもんなんか持ってるんですよ、うんうん、確かにそうでも自分なんか、うん、自分なんかって僕も言うよく言うタイプですけど、うん、でも自分なんかってみんな言うんですよね、うん、でもそうじゃないとやっぱりその長年やってきたところにみんな報酬とかね、うん、あの売上っていうものが立ってきてるわけだから、うん、それをちゃんと洗い出してみるとなんか本質的なものが結構残ってくるというか、うん、見えてくる感じはしますけどね、うんうん、なるほどなるほどありがとうございます、はい、じゃあ今日ですね、まあ、いただいている質問ですね、まあ戦術ばかり学んで全体がつながっていないという言葉がありましたが全体像についてまあ教えていただきたいですっていう話で、うんまあ、集客してリスト作って、信頼関係築いてセールスしてっていうところの構成について、まあ、外せない要素について、お考えいただきた伺いたいですというご質問やったんですけど、まあ、今日の、質問に対しての、まあ、回答というか回答をまとめていただくとどういう感じになるでしょうか、はいはい、まあ軸をまず自分からビジネスは作るものだっていうことで認識変えてみられたらどうかなっていうその感じがするのでまず自分の強みとかね強みではまあ才能とか経験が集まったところなんですけどその集まったところをまず見てみるというところでそれを価値として感じてくれる人がどんな人たちなのかっていうのをあのやれればビジネスっていうのは第一歩踏み出せるんじゃないかなという感じです。でまあ自分の強みとかあの強い才能っていうのは自分が気づかないところに結構存在してたりとかするので、うん、おすすめは僕は人に見てもらうのが一番いいと思います。うーん、うん、何を見てもらうんですかそれ人にあの俺の強みって何かなとか才能って何だと思うとかすごいと思ったところってどんなところみたいな、うん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 、いつも思ってることを言ってもらうみたいな、うん、あの長く付き合ってる人の方が、うん、もう明確に出してくれます。うーん、弱いところも強いところも全部分かってくれてるんで、うんうんうん、あの長く付き合ってるね、まあ、彼女さんとかあの幼なじみとかそういう人が、うん、同僚とかね会社の同僚とかいらっしゃるんであればその人に聞いてみるっていうのはすごいいいと思いますね、うんうん、で法人の場合はもうお客さんに聞く、うん、圧倒的に早いので、うん、法人の場合はお客さんに聞いてみるっていうのがいいと思いますね、うんうんうん、はい、なるほどなるほどありがとうございます、はい、ぜひですね、まあ、これ見ていただいた方は、まあ、ご自身のビジネスをこう見つけていただくというか、そうですね、何ですかね、洗い出すというか、そうですね、ご自身の強みを見つけていただいてそこから展開していただければなというふうに思います、うん、はい、はい、ではですね本日のレスポンスチャンネル以上で終了となります。最後までご覧いただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなどあなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。